皆さん、今回は鈴木邦則さんのはかどる技術から、特に会議の進め方に焦点を当てて、その効率性について詳しくご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴ください。この本の中核となるのが滞りの概念です。著者は物流ロジスティクスの専門家として、物の流れに着目し、そこに滞りが生じると非効率になることを指摘しています。つまり、工場や輸送の現場で物が滞留したり渋滞したりすると大きな損失が発生するのです。そして著者は、仕事や人生設計においても同様に、時間の使い方に滞りが生じれば非効率になると説いています。特に仕事の場合、ピーク時に過剰に力を注ごうとすると、かえって大きな滞りを生み出してしまうのだとか。それでは逆に、いかにしてこの滞りを解消し、時間を有効活用できるのでしょうか。本書が提唱するのは、健康的な血液の流れのように、時間の使い方にもメリハリをつけることです。無理のないペースで着実にこなし、最小限の努力で最大限の成果を引き出す。そのためには、この滞り解消が何より重要になってくるのです。さて、そうした滞り解消の観点から、本書は月曜日に会議を設定することに一石を投じています。一般的に多くの企業では、週の始まりの月曜日にその週のタスクをチェックしたり、前週の振り返りをしたりする会議を入れがちです。しかし、著者からすれば、これは大きな滞りを生む要因となり得ます。なぜなら、月曜の午前中は1週間のうちで最も慌ただしい時間帯だからです。週始めということで、ルーティンの事務作業が一斉に立て込み、加えて急なタスクも飛び込んでくる可能性が高いのです。そのような中で会議を挟むと、本業の仕事が滞留し始めます。結果として、夕方になって残業をしなければならなくなったり、翌日に持ち越されたりと、さらなる滞りが生じてしまうのです。こうなれば、社員のモチベーションも下がるのは必至でしょう。会議が終わらず本業に手をつけられなかったと、ストレスを感じるに違いありません。生産性が低下し、会社全体の業績にも影響を及ぼしかねません。では逆に、一体いつが会議に最適な時間帯なのでしょうか。実は、本書では週の最後の金曜日の夕方がベストであると指摘されています。一見すると、週末が目前に迫っているタイミングで会議を設定するのは気が進まないかもしれません。しかし、ここに締め切り効果が現れるのだとか。つまり、会議が終わらないと週末を迎えられないという心理的プレッシャーから、会議を早く終わらせようという意識が働き、かえって冗長な議論を避けられるというわけです。また、これが終われば休めると考えることで、集中力を切らさずにスムーズに進行できるとも言えるでしょう。このように、週末直前の金曜夕方に会議を入れるメリットは大きいようです。そして、会議の長さについても、毎回メリハリをつけることが肝心だと本書は説いています。多くの会社では、会議の長さが一定の時間に固定されがちです。例えば、毎週1時間といったように決まっていることが多いでしょう。しかし、会議の目的や内容は毎回変わるはずで、その点から見ると、一定の長さに固執するのは合理的ではありません。確かに、会議の内容自体があまり面白くないのは避けられないかもしれません。社員にとって、会議はリラックスできず、真面目でストレスの高い場と映るかもしれません。しかし、そうだからといって時間設定までがおろそかにされていてはなりません。例えば、月に一度は15分以内に終わらせるなど、段階的に会議時間の短縮を図っていく方法があります。膨大な案件を全て大人数で審議する必要はなく、個別のミーティングで効率的に進められる課題も多いはずです。承認事項と共有事項だけであれば、15分程度の会議で足りるでしょう。理想を求めるのではなく、まずは実現可能なレベルで滞りを解消することが重要なのです。緩やかに改善を重ねていけば、最終的に会議のスリム化が実現できるはずです。本書ではこのように、会議の時間設定に関する具体的な提言がなされています。物流の視点から滞りを解消し、時間の無駄を省くための処方箋が示されているのです。会議への批判はつまらなくて長いに尽きるかもしれません。しかし、時間帯や長さへの工夫によって、その2つの側面は確実に改善できるはずです。
つまり単に会議を避けるのではなく、滞りを意識して改善していく、そこに本書の斬新で合理的な視点があるのではないでしょうか。会議を効率化し、仕事の生産性を高めるためのヒントが含まれていたでしょうか。本書の内容を生かし、自身の働き方をブラッシュアップしていただければ幸いです。無駄なく着実に仕事を進められるようになれば、きっと業績もアップするはずです。そうすれば、望んでいた昇進や転職、資格取得も現実のものとなるかもしれません。一朝一夕には変わりませんが、着実に改善を重ねていけば、時間の使い方に関する意識が高まり、仕事のクオリティも上がっていくことでしょう。少しずつ小さな滞りを解消していく、そこからが本当の生産性。一朝一夕には変わりませんが、着実に改善を重ねていけば、時間の使い方に関する意識が高まり、仕事のクオリティも上がっていくことでしょう。少しずつ小さな滞りを解消していく、そこからが本当の生産性向上への第一歩となるのです。会議の効率化はたった一例に過ぎません。本書には会議以外にもメールの扱い方、タスクの優先順位付け、実践的な行動科学の知見など、滞りを排除するための具体的なテクニックが目白押しです。ぜひ一度本書の内容を実践に生かしてみてはいかがでしょうか。最初は些細な改善からで構いません。小さな一歩を着実に重ねることで、必ずやあなたの仕事術は進化していくはずです。無駄を排除し、本当に大切なことに集中できる時間を確保する。そうすれば、あなたの可能性は無限に広がっていくに違いありません。今の仕事に止まるのか、転職を視野に入れるのか、資格の取得を目指すのか、昇進を目指すのか、選択肢は数多くあります。大切なのは、自分の価値観に基づいて主体的に動くこと。本書に提示された視点を手がかりに、自らの働き方を磨き上げていってください。そうすればきっと夢に向かう大きな一歩となるはずです。会議を効率化することから始めて、少しずつ時間の使い方を見直していく。そこから仕事の質も上がり、夢の実現にも近づけるかもしれません。本書を活用し、あなた自身のはかどる技術をぜひ編み出してみてください。